はいどうもみなさんこんにちは。えー、勇敢陣内2月2日号でございます。まあね、あのー、そうそうそう、あのー、1個言わないといけないのが、えっ、ー、とー、先週のね、勇敢陣内が、なんかね、録音、なんつうの、マイクをさ、そのパソコンがさ、認識してなくて、あのー、多分ね、なんか、音がね、小さかった。 んだよ、うん、で音質も悪かったんだよでこれがさまあその USB で接続するんすけどなんかねなんか再起動したタイミングとかで時々こういうことがあってね申し訳ないだからすごいあのー、お聞き苦しかったというかねまあ、特に車とかでね、まあ、イヤホンだと多分なんとかなるんでしょうけど。 割とイヤホンっていうのは小さい音でもね、聞こえやすい。えー、でもなんか、車とか、カーオーディオとかで聞いてらっしゃる方はちょっともう聞こえなかったかなとか、なんかいろいろ思って申し訳、本当にまあ、なんかこういうこと時々あります。申し訳ないです。で、まあ、それかな、まずは。でいて、まあ、その、2月に入ってね。だからなんか、2月ってさ、もうめっちゃ早く終わるじゃないですか。なんかあの、多分、 言ってる意味わかんないと思うんですけど、2月って1週間しかないじゃないですか。<laughs> なんかあの自分でも何言ってるかわかんないですけど、<laughs> 体感としては、2月って1週間ぐらいで終わるじゃないですか。でもう3月になってとか、まあ時が経つのは早いもんで、あのー、でもまあ寒いですからね、あのー、皆さんね、体調には気をつけていただけたらなぁと思いますよ。うんでー あとはまあ僕その、まあどれぐらいこの放送に反映するかわかんないですけど、あのー、2月はね、中旬にちょっと家族旅行というかですね、まあ長女の幼稚園の卒園旅行みたいな位置づけの、ちょっと、久しぶりにちょっとですね、あのー、そうそうそう,そう。 もう何回も行ってる家族で行ってるね場所があるんですけどでそこにちょっと旅行に行くんで、まあ、それもあってちょっと前半は仕事を詰め込み後半も仕事を詰め込むという結構忙しい月にはなりますであとまあそのあのー、ノートの方にも書いたけどメルマガがねあのね多分なんか途中から届いてない人いると思うんですよその、うん シーズン5っていう形で年明けからずっと送ってんすけどあのなんかね Google その G メールに僕のなんかいわゆるこう FBI で使ってるそのなんつうのドメインからのメールが Google には届かない現象が起きてて多分だからその Google のもう迷惑メールにすら入れないみたいなフィルターがまずあるのよ。ね。 もう世界中を飛び交うメールに対してね。でそのフィルターにかかっちゃったのよ。<laughs> で、多分,分 Google がちょっとそういうアルゴリズム変えたとかで変わっちゃう。で、それをどうしていいのか全然俺わかんなくて、なんか SPF 設定みたいなのがあるらしいのを、もうちょっと本当にわかんないの。あの、そうそうそう,そう。教えてほしいぐらいなんですけど。で、自分でどうにかできないんで、今のとこ。だから、 まあそのー、Gmail の方、だから妻が Gmail なんですけど、妻にも届いてなくて <laughs>、ちょっと困っちゃってんですよね。だからまあ、そう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 。あのー、どうしようかなみたいな感じなんですけど。あのね、だから、えー、っと、そうだな。 だから Gmail の方で届かなくなったよと今まあこの放送を聞いて気づいた方はその違うアドレスを持ってらっしゃる方はあのパソコンのアドレスね持ってらっしゃる方はそれをもう重複してくださって結構ですので。 あのー、メルマガにに登録してくくださったら届くようになる可能性が高いかなっていう感じで、あとはもうね、結構ね、その迷惑メールに入ってればなんとかなるんですけど、僕、妻のやつで調べたけど、迷惑メールにすら今とか入らない状態らしいんで、まあちょっとメルマガ関係ではそんなトラブルが生じてて、<laughs> まあ、あのー、主要部分はノートでねあの、特に有料マガジンとか読めますので、よろしければ、あの登録してくれたら嬉しいかなという感じですね。 でえー、とプレミアム放送は、えー、今週も、聖書と政治っていうあの、リチャード・ボーカムの、えー、と本ですねで。こちらをアップロードしてますので、えー、概要欄にリンクつけてますから、もしよろしければ、えー、ご購入ください。今回第3回になります。えー、そんなかな、えーと、今日はじゃあニュース、えー、気になった。 ニュースを紹介していいいくととうここででつ目はねこれでございますちょっとね、あの <laughs>、ちょっと軽めの、相当軽めのニュースなんですけど、これ、ちょっとなんか、ん、皆さんどう思うかなっていう。えっと、1月29日のニュースで、これな、な何のニュースか忘れたけど、えー、で、えー、これ、マツコ、LINE の,の末尾の丸 に冷たさ感じる若者世代にポツリそこまで若い子に合わせるのは無理だわーっていう。でタレントマツコ・デラックスが29日放送の「東京 MX5 時に夢中」に出演。 ラインやメールののの文章の語尾の苦闘点にに感感などををじる若者世代について試験を述べたまあだからこれあるから、その例のさ、そのこたつ記事っていうか <laughs>、テレビを見てそれを文字起こしし、するっていう <laughs>、なんていうこの <laughs>、そのライターの矜持があんまり感じられない記事なんだけど <laughs>、まあ僕みたいなテレビ一秒も見ない人からしたら、これでなんか、テレビ見てることにしてるんで <laughs>、なんか、ありがたいんだかなんか <laughs>、 バカ,にしね、バカにしてるっていうかそのよく分かんないんですけど、えー、とでもまあそういう記事なんですよで、まあ、こまあ読めば分かる記事なちょ読んでいきますねでこの日の番組では LINE やメールの使い方には世代間でギャップがありあの若い世代は点や丸を一切使わないためたまに目にする句読点にかしこまっている。 いや、威圧感、怒りの感情を読み取ってしまうという記事を紹介。だからもうこの、すごいよね。このネット記事を、テレビで取り上げたいやつが、またネット記事になってるっていう、な、なんかこう <laughs>、その、何番戦時なんだ、これは、みたいな <laughs>。しかも、それを、俺はここで紹介してるから、もうほ、ほら、5番戦時ぐらいですね、僕のこの、この放送はね <laughs>。で、でね、えー、っと、この件について、えー、マツコは、丸をつけた文章について、 えっと厳しく言ってるのよと言い放つああそうそうかだからその言ってるのよと威圧感怒りの感じ感じるから嫌だっていうのを言ってんだよいかんっていうまあギャグですけどを話すとびっくりマークをつけることだけ。 けどさ砕けた内容とかのメールとかだったらいいけどちゃんとした人からビックリマークとかのメール来たらその人のこと疑っちゃうわとコメント末尾、えー、の句読点についてはこれを世代間ギャップと言われたらしょうがないけどだって点や丸に意味取られて、えー、取られちゃうと無理だわ。 <laughs> 天や丸に意味なんてあるの?」「もういいわ別の国にくる暮らしたいわ」と続けると「無理だわそんなのそこまで若い子に合わせるのは無理だわ」と話したえその上でそういうふうに感じることは逆にそういうことをしている人なんじゃないのそっけなく「はいわかりました」ってびっくりマークつけずに送っている後ろめたさがあるから自分もやられたって感じるんだよ。 私、そんな嫌なメールしないもん。怒ってる時はメールなんて返さないわよ。と言い放っていたという、まあまあ、ちょっとこれはもうなんか、その文字をこ、そのこういうのこそ映像を見ないと何とも言えないよね。これをこう、笑って言ってるのか、怒って言ってるのか、多分笑って言ってるんで。あの、その、テレビ番組のやっぱネット記事化問題っていうのはあって。 そのトーンで言ってねえよっていうのは多分失礼な記者の人はみんな思ってると思うんで、まあ皆さんこう脳内で他管しながら、松子さんはまあギャ,ギャグとしてある種言ってるっていうのは分かった上なんですけど、で、このね、なんかその話題に関して僕、 なんか皆さんそれぞれ思う、世代が違えば思うことも違うしって思うんですけど、なんかまあ、まあ全体として、あの一言で言うとどうでもいいんですよ。<laughs> で、勝手にすればっていう感じで僕自身あんま LINE をそもそもしてないし、スマホ持ってないし、で、あとその LINE 返信するとき必ず僕パソコンで打つから、 それこそその本当にもう若者からしたら怖いってことになると思いますよ。だって僕そのメール、そのメールと LINE で文体全く分けてないんで、ほとんどスタンプも使わないし、買ったことないし、スタンプをね。うんと、だから、んももうそういう人として認識されちゃえば、陣内さんはこういうね、あの LINE でも、 あのー、SVOC、その主,主語実語とかを組み立てる人なんだなみたいな。LINE だと、その、形容詞だけで会話するっていう感じが、僕はもうやったこともないし、やろうとも思わないし、なんつうの、そのためにこそスマホを持ってないっていうのがあるから、なんつうの、それはもう俺の生き方なので、申し訳ない。もうそれを受け入れていただくしかない。で、受け入れていただけたら、非常に僕自身が生きやすいしってことなんで、あのそんなですわ。 <laughs> でそんななんだけどあのここでの論点はいわゆるこうさそのなんていうのかなだから若者のえー、っとなんていうのだからおじさん公文とかってわかりますおばさん公文おじさん公文ってあるんだけどまあだからなんていうのかなだから僕もちょっとそのいわゆるそのさ携帯メールの時にものすごくうんーとと まあその前で言うとだからポケベルとかさでピッチとかさそのねああいう折りたたみ携帯とかの時代にすごいメールしてた時の文体ってあんのよ多分。でそれをそのスマホの LINE 文化とかになってからもう引きずってることを多分おじさん公文と呼ぶんだと僕は思う僕は認識している。 で,なんつうでも典型的なのが何なのかちょっと僕もわかんないんだけど <laughs> なんでもいわゆるこうそのメールってさちょっとその手紙よりは全然砕けてるんですよなんか背景ねお日柄もよくねますます、ますます、えー、ご精鋭のことと察します。 さて <laughs>、突然のお手紙失礼しますみたいな。で、そうそうみたいな。なんかその手紙のさ、その書式あるじゃないですか。で、そのメールではそこまで我々しないわけだよね。背景みたいなの書かないし。だからその手紙を崩したのがメールなんですよ。ね。だけどメールっていうのは手紙を崩したものである以上、ある種、こうちょっと文章を組み立てる 能力を必要とすするんですよねつまりその英語で言うと SVOC だよね。えー、日本語で言うと主語・述語とかさ。そのいわゆるこう意味のある文章を作文するんですよ。メールするときに人はね。で、あのこれはその佐藤勝さんが言ってたけどあのパソコンでメールをする習慣のある人とその習慣がない人で、 えっとね、短い文章を作る能力が全く違うって言ってました。で、これはあの大学生のレポートを見るとわかるんですって。で、今大学生ってレポートをスマホで作文したりするらしいんですよ。で、そのグループは非常に文章が破綻してるんですって。だけど、普段からパソコンでワードを使ったりメールソフトを使ったりして作文する習慣がある人は、あの、 日本語を、まあ、なんとか使いこなせてるっていうか、ねえーと、私はこういうこと伝えたいんだよなっていう時に、どう、何がどこを形容していて、どの主語がどの述語にかかっててとかっていう、ね、受けかかり関係とかが、割とこう、立て付けがいいと。だけど、LINE しか使わない、しかもスマホしか使わない。 グループはもう日本語の体を成してないんだって <laughs> だからやっぱりその LINE とかそのいわゆる SMS といわれるねあのー、ねしち短いメッセージでのやりとりっていうのがえっと日本語力をすごくちょっとやっぱり引き下げちゃうんじゃないか読む書く聞くえー、なんで話す聞く読む書くっていうのが日本語の4つの能力なんだけどそのうちのやっぱりその書くっていう部分の 筋肉が弱っていいくんじゃないかとねその LINE とかでねやってるとね LINE とかだけでコミュニケーションしているとねみたいな、えー、ことを、えー、と佐藤さんは危惧していらっしゃったわけですよ。ねでえー、っとあのー、まあそんなでなんだろうなだけど、うん、ちょっと話戻すといわゆるこうその で手紙が砕けたのがメール。で、メールがさらに砕けたのが、いわゆるこう、ガラケー時代のね、あのメールのやり取り。だから、あれと今の LINE って、ちょっとやり取りされてる、こう、文が違うと思うんですよ。だから、それを引きずって LINE でやってる人は、多分、おじさん構文って言われるんでしょうね。だから、LINE の中で、ある種、句点を入れたりとか。 で、でもちょっとメールほどではないから、なんか、<laughs> なんだろう、俺全然わかんない。どうよ俺、そもそもその、ガラケーの時代からメールあんましてなかったからわかんないんだけど、なんでなんかあるよね。なんかそういうおじさん公文ってねな。なんだったかな、なんか、なんか僕ワクワクしちゃうな、みたいな、なんか、うんなんか、ちょっとキモいものとしてさ、なんか <laughs>、言われるよね。で僕も、多分、だから、僕に至ってはもう、LINE で、メール、その、ガラケー、 以上にメールみたいな文体で僕 LINE してるからもうさらになんだろうもう時事公文っていうかなんか化石公文ってことになるんでしょうでね何か何が言いたいかというといわゆるその,その今の若者文化っていうのがあってでそれはそのスタンプとかあとはそのな,なんだろうもうね了解をねおじさんだったら了解しました丸なんだけどでもうちょっと若くなると了解 丸でもっと若くなると「了解」だけ。でえっと若者は「了」なんですよね。「了」になるらしいですよ。だからひらがなで。<laughs> でだからもうどんどんこうねその省略しててまあまあスタンプとかもそうだしえー、っとねなんか「ケ、OK、とかねあるじゃないですかなんか「鬼」「桂」みたいなやつとかさなんかそういういわゆるこう記号的なもうべて文章がスタンプ化していくっていうか。 だから、やば、肝、ょ、オッケー、<laughs> みたいな、なんか、その、春日語みたいになっていくんですけど、春日語は違うか。だから、なんか、そういう、記号化していく感じてでも、それは、多分、あらゆる時代にあってね、で、それは、若者同士でそういう記号的なやり取りをするのは、快楽でもあるっていうのは、僕もわかるんですよで。僕もわかるんだけど、だけど、なんかね、その、その感じのや若者の、 ノリみたいなそのでそれはもう若者のすべてだから <laughs> 若者って常にそういうことをするんですよ。でそれはその猿学の研究とかでも実は指摘されてるんですよ。 でこれ哺乳類に普遍的な現象で若者っておじさんのアンチテーゼになることでしか自分のアイデンティティの輪郭を、えー、となんていうの作れないから、ね、あの上世代とは違うことをしていくんですよ若者必ずでそうやって実は人類っていうのは進歩してきたっていう理論があるのだから若者がおじさんを軽蔑するのは常だし えーとそれはそうなんだけど、マツコさんが言ってるように、マツコ、も僕はマツコさん正論だと思うし、全然こびる必要は全然ない、むしろこびってる、りょって言ってるおじさんの方が一番気持ち悪いじゃないですか。その、おじさん公文やってるおじさんの方がまだ気持ち悪くないと僕は思う。ねなんか、りょとかさ、おけとかって言ってる40代、きつくないですか俺はきつい。<laughs> で ででえっとでこびるこびない問題ともう一個があのね僕はそのいわゆるこの若者文化に関しては何つうのかな割とマツコさんとかと似たようなスタンスを取りがちな人間なんですよつまりなんかそういう感じとかをちょっと,んとちょっと距離を取りたいというか <laughs>、ね、<laughs> ちょっと苦手というかはっきり言ってしまうとねでね これに関して僕ちょっとそのえー、すごいそのなんだろうのそ,のその苦手感はどこから来るんだろうっていうことについてすっごいハッとしたことがあってそれがその、えっと、オードリーの若林さんがラジオで言ってたことなんですけどあのねまっあのエッセイにも書いてたかなえっとねだから要はその 若ちゃんも同じなんですよ。ワツコさんとかと僕とかと一緒で、いわゆるこう、ま、若者文化みたいなことには結構しないし、うんと、こびないし、なんだったら距離を取りたい。はっきり言えば嫌いっていうね <laughs>。で、それ、それを、えっとそ、それは俺がもう40代になったからなのかなって。まあ若ちゃんも45か。僕の1個下だから。で、えっと、ね、40代になったから、 えっと、この若者のね、この感じ、このラインの感じ、受け入れられないのかなってずっと思ってたんだけど、その若者言葉とかもそうですけど、ね、おけまる水産みたいなやつね。まあ今もうもっと、もうそんなのも古いんでしょう。もう僕が知ってる時点ですでに古いはずだから。で、なんかそういうやつを、なんかやだなっていう感じは、僕がおじさんだったからなんじゃないかと、俺が。それを若ちゃんが言って、いや、でも違うって思ったんですね。で、それが、これ結構本当に当たり前なんだけど、目からウコなんですけど、それは、 若ちゃんは10代の頃から若者言葉を使ってる奴らが嫌いだったって言ったんですよ <laughs>。ね。だから、若ちゃんが10代の頃って僕が10代の頃だから、ね。なんか、チョベリグみたいなやつとかあったのよ。当時の。で、あ、あれやってる奴ら嫌いだったと <laughs>。若い時期からね。だから、その、今、その若者の文化みたいなもの、 と距離を取りはっきり言えばちょっと苦手なのは自分がおじさんになったからじゃなくて10代20代の頃からそういうなんかこう内輪のノリの感じのやつらがもうそもそも苦手だったって言っててあ本当だなと思ったの。だから多分さ 僕が類推するにこの LINE やめねラインで「てんや丸にうやつ感感じるんだよね」って言ってる若者のことばかり我々の耳には聞こえているんだが今の現役の10代や20代前半の中にもこういうこと言ってるやつ嫌いだなって思ってる昔の若ちゃんや僕のような人もいるはずで。 だからなんつうの何が言いたいかというとまあなんつうのかななんかこうあの若,若さマウンティングみたいなものに騙されない方がいいしまたそのメディアってそもそも何かその若者に迎合する、えー、と存在じゃないですかだからなんかそういうことあんま気にしない方がいいしむしろやっぱりちゃんとこう文章を書くこととか 破綻ししななないい日本語をを使えることとかか重視していったらどうなのかなだってそれはさ絶対必要なわけなんでで今10代で「丸とか「点」とか苦手って言ってる人も50代になれば管理職になって「丸とか「点」とかが使えないとねやっぱ出世もできないしまともな会社では働けなくなっちゃうでしょだからそれはやったらどうかなとは思いますよはいはいはい。 そんな感じ、えー、次です、えー。次はね、ちょっと長い、えー、記事なんですけど、これは、えっとね、あのー、松本人志問題で,で、僕はもう松本人志問題は、まあこれで最後なまあまだまだ語るかもしれないですけど、なんか動きがあった時。だけど、その、ちょっと語られすぎてるし、あとは僕、その、ノートで、<laughs> あのー、もう思い余って、 えっと前編後編に分けて合計1万5千字ぐらいの文章を書きました。もう自分の中でもうこれこう言語化しておとおし落とし前つけないと何うのかな,なんかこう前に進めないなと思って、ね、僕まっちゃんのファンだからしっかり考え抜かなきゃいけないなと思ってね。でそのか自分が考えるために、えっと、2つの文章をね、えっと、ノートで書きましたのでまあよければそれ ねあのー、買って読んでくださったりマガジン購読してくださったら嬉しいんだけどまあまあなんかそ、うんあのー、この今日紹介する記事はそ,それをちょっと保,保管するような記事でもあるので、えー、紹介しますね。 これは、あの、片原みのりさんというね、えー、っと、方の記事で、あ、北原みのりさんか。えー、っとね、北原みのりさんという人の記事で、えー、っとね、この人はね、結構フェミニズム関係の本とか出してる方、有名な方で、僕もなんか多分ね、読んだことあるんだよな、この人の本。ですごくもう、真っ当な指摘をしてるんで、ちょっと読んでいきますね。<laughs> えーっと、あえらの、 1>, 1月18日の記事で松本人志さんの件で考えた「キモくて怖い男の霜の連帯を断ち切るには」っていうですねこれだからあの いわゆるホモソーシャリティの話なんですよ。前回,前回とか、いつかも僕、話したけど読んでいきましょう。松本人志さんの件、本人の SNS、後輩芸人の発言など、今回の報道をめぐる当事者らのさまざまな反応からは、松本さんを頂点とする男性芸人の間では先輩を接待する習慣があり、そういう合コンのために後輩が女性を集めていたことは事実のようだ。接待は合コンという体をとってはいるが、自分の人脈でどれだけの女性、この 場合女性の価値とは若,若さと容姿を集められるかが問われるもので純粋な遊びというよりはやはり芸人界で生きていくためののの一種の仕事のように見える吉本芸人の博多大吉さんは10年ほど前バラエティ番組の公開収録,収録イベントでこう語っていた。 下積み時代の笑い話としてかっこ閉じる、えー、福岡吉本で僕ら先,の、えー、先輩の接待ばかりやっていたんですよ東京大阪から先輩芸人が来るたびに美味しいごはん屋さんとか美味しい飲み屋さん一席飲みたいという方には女の子もちょっとセッティングして。 といいうのを僕ら15年ほどやっていました。博多大吉さんは松本さんらが来る時には仲間内から「まあ分かってるな女の子をちゃんと用意するように」と暗黙の了解のように言われたそうだ「女の子は酒や食べ物と同じように厳選し準備し用意するものなのかもしれない」こうやって後輩芸人が先輩芸人に女性をセッティングしてきた長い歴史の結果が今回の性被害報道につながっていったのだろう。 当事者の男性たちからすれば今まで問題にならなかったし、女性たちだって楽しんでいたはずなのに、今になってなんでと晴天の霹靂かもしれない。でも私たちは知っているのだ。これッコ付きの私たち。つまり女性っていう意味ですね。私たちは知っているのだ。と思う。この国を生きる女ならば、そのッコ付き合コンの空気を知っている。男が霜で連帯するときの ののの外し方のようなものその何とも言えないはしゃぎ方が醸し出す圧倒的な空気というのをこの国を生きている女であれば知っているのだそれをカジュアルに言えばキモくて怖い空気である松本さんの60歳の誕生日を祝うスペシャル番組を見た去年の9月に放送されたもので親しい後輩芸人たちが松本さんとのエピソードを語るというものだ 松本さんはヘルペスを最近発症したことや、週に3回朝に勃起するという話をしていた。びっくりした。居酒屋で男性サラリーマン集団が大声で話し、貧種を買う話題と同レベルである。まだまだ勃起するとか、セックスしているとか、何回しているとか、風俗に行った話とか、見せられているのはお笑いというより、男同士の密着した霜による連帯である。 それを面白いと思える人たちが番組を作ってそれを笑える人たちがテレビを見ているだからこの構造全体のキモさですよねね北原実さんが指摘しているので上沼恵美子さんは今回の週刊誌報道を受け松本さんの芸能活動休止を惜しみながらも報道が事実だったとしたら私も一応女やってるんで吐きそうになったと話した元彼が 松本さんを性接待していたと報道された鈴木紗理奈さんは、これまあ、タムケンのことですよね。えー、で、テレビでキモいと表現していた。まさに女やってるんでわかるキモさである。男たちが下で連帯するキモさ。そういうキモさが、権力を持っている普通のキモさ。 えー、番組さんごめんなさい番組さんで、ね、<laughs> えっとね、えー、そうですねそういうキモさん権力を持っているふあごめんなさいそういうキモさが権力を持っている風のキモさかなですねで、えー、と松本さんの番組では森さん中も出演していたが全く存在感がなかった男性の下の連帯には女,女芸人がどんなにこびても入れないのだ ただそういう女芸人の惨めさを見せられることも含めて、この現象はお笑い業界に限ったことではない。はっきり言って、日本中、隅々どこにでもこの空気はある。ビジネスの世界でも、政治の世界であっても。特に、政治やビジネスの世界など、いつ暴かれるのではないかと、ヒヤヒヤしている人は少なくないのではないか。 大手銀行が大蔵省の役人をノーパンシャブシャブで接待していたことが問題になったのは26年前の話だが昼間の会議ではなく夜の男たちの性接待込みの密談で決まる風習は決して今だって廃れているとは言えない。学生時代の女友達が、 取引先の男性をソープランドに連れていき終わるのを待合室で待っていたことがあると話してくれたのは2000年代に入ってからだ。女性議員がゼロのあごめんなさい女性議員がゼロの町議会議員の新年会で、えー、浴衣姿のコンパニオンがお酌をするのが当たり前だったというのを聞いたのは平成後期の話。これは1990年代の話だが。 地方議員の海外視察の際、空港に現地の女性が一人一人につき部屋の、夜の部屋も一緒だったことがあると証言してくれた女性議員がいた。有名ジャーナリストがまる議員、これ超大物の議員ですね、まる議員にソープランドをおごってもらったことがあると自慢げに話していたのを耳にしたという国会議員もいる。ちなみに、 海外視察時に売春を拒否した議員はその後派閥の役職から外されたという。男性の中にも性接待を好ましく思わない人もいるが、男性の下連帯に入らない男は男性でも男性社会から排除されるのである。男の下の連帯は核も強い。 僕その、ね、先々週ぐらいの放送で言ったけどその大学の時にさこう下ネタをすごい言う先生がいて僕が全然乗らないからどんどん嫌われていってちょっといじめに近い状態になったって話をしましたよね。で僕は今はもう僕あのはっきりとなんていうのそういうところになったらもうはっきりと嫌われてもやめてくれませんかって言うつもりです。僕はフェミニストですからね。はい だからこのキモい下の連帯っていうのが問題で、この構造こそが問題で、なんか裁判で明らかになる、ならないとか、警察に行ったらどうとかっていう、そのね、擁護派の人が言ってる論点ずらしに、えー、っと付き合っちゃだめなんですよ。で、それ、ね、続き読みますね。それでも今回の世間の反応を見ていると、<laughs> ハッシュタグミーツ、MeTo 運動以前とは覚醒の感があると。 だから、ミートイン運動以前だったらもっと擁護派が多かっただろうということですねで。女性を叩く声があればすぐに、それはセカンドレイプだと慎重な態度を求める声が目立つ。伊藤詩織さんが性被害を訴えたのが2015年だ。えー、週刊誌が昨年末に報じた松本さんの性加害疑惑の年と同年である。詩織さんが2017年に記者会見を開いたときには、 ブラウスのボタンが首まで閉じていなかったことを責める声が湧いたものだが、その年にハリウッドのでの MeToo 運動が始まり、日本では性被害当事者団体、えー、スプリングが発足し、2019年には性被害に抗議するフラワーデモが生まれ、2023年には性的同意という言葉が入った、性犯罪刑法改正がなされた。この数年で、西洋をめぐる言説は大きく変化したのだ。 時代を変えるのはこの国で女やってる側の声なのだと思うつくづくそう思うだからこそキモいと感じる感性を封じてはいけないそしてキモいと言われることに男たちは開き直ってはいけないそして男たちの下の連帯の歴史を断ち切ってほしいというまあ本当に清ががしいほど正論の発見 っきりしした素晴らいい記事だと僕は思いますまあだからこの北原みのりさんが言ってることがすべてじゃないですか今回の問題はい何んつうのかなその本当に我々男はこの国の男はねえっとジェンダー平等指数先進国最下位のこの日本で男やってる我々は本当に考えないといけないと思いますよ ねその劣位の性として扱われてきた女性がこの国でどんな目に遭ってきたのかそして今もどんな目に遭っているのかということをでこう、ね、差別の構造って差別する側からは見えづらいってのがあるでこれをピエール・ブルデューという人は排除されるものの明晰さって言ったんだけどねでこのね この社会に差別や偏見なんてないよって言えるほど自分が特権階級であることに無自覚な愚鈍な男たちによってこのようなねえっと男女格差が温存されてるわけでしょこれほんと変えていかなきゃいけないんじゃない。でえっとなんでこの今ね潮目が変わったかっていうとこれね実はテレビ局とかメディアの中に女性役員が入ってきたからこうなこ,こまで報道できるようになってきたっていう説があって。 僕は本当そうだと思いますね。だからクオータ制大事なんですよ。ね、企業でもメディアでも政治でも、その女、ね、議員の何割を女性にするっていう枠を作ることに僕は大,大賛成なんですけど、ね、そうしていかないと社会変わらないから。ね。だから、本当にこう、ジェンダーの問題って、本当にまあ、あのミシェル・フーコーが言ったように、政権力って言って、ジェンダー問題って権力問題なんで。 で僕はもう明確にフェミニストとして立場を鮮明に打ち出して、えー、言説をしていきますので、はい。ということで、こう、下の連帯のホモソーシャルな男性の方々、覚悟をしてください,、はい。僕は戦っていきます。そして、片、ね、北原みのりさんの記事、素晴らしい、清々すしい、えー、意見、ね。もう本当に土星論だと思いますね。え手、ー、なわけで、えー、っと、まあまあ、いろいろ、この話はもう本当に語り始めれば、いろいろあります。はい。女王橋現象とかね。 つまりそのこのジェ,ンジェンダー不平等に乗じる実は女性の側もいるんですよ。男のロジックを身につける女性が一番立ち悪いですね。ミソジニを身にまとった女性。まあ杉田美代とかのことなんですけど。まあこの話はまたいつかするかもしれません。てなわけで、えー、と2月2日号の「ゆかん人代」でございました、えー。プレミアム放送も、ね、概要欄に付けてますので、えー、よろしければご購入ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。